やってきました、味仙ラーメン。今日はね、なぜこちらに来たかと言いますと、ラーメンじゃありません。唐揚げが美味しいから来ました。美味しい唐揚げの謎に迫っていきたいと思います。行ってきます。塩が醤油ラーメン、はい、今日はね、ラーメンじゃないよ。油そば、塩豚骨ラーメン、ガツンと効きず、ネギトンパンチ。違うんだよ、違うんだよ。ミニシラス丼、違う。これチキンラーメンだって。豚骨ラーメンにね、唐揚げが乗ってるやつ。いや、食べたくなっちゃうけど食べません。これサイドミの唐揚げ。すいません、注文いいですか。はい、普通のチャーハン一つと、はい、あと鶏の唐揚げと餃子をください。はい、いやー、ラーメンうまそう。メニュー見てたらね、急にお腹空いてきた。味仙ラーメンのラーメンのメニューすごいね、いろいろある。はい、食う。いやー、このチキンラーメンな、気になるな。あとこれ見て、満腹ラーメン小大って大って1480円。どんだけでかいんだろうね、これ。いやー、これ今度食べたいな。今日はね、ちょっと唐揚げとチャーハンと餃子頼んじゃったんで、さすがにこれは無理だろうな。今度これだけ食べきたいと思います。気になる、満腹ラーメン大、気になるね、これ。表示価格は全て税込み表示となっております。あとカレーもあるんだって。カレーもあるしね、牛丼もあるんだって。味仙の唐揚げね、本当に美味しいんですよ。なんでこんな美味しいのかなっていうぐらい美味しいですよ。店内はね、こんな感じ。テーブルがあって、小上がりがあって、あとカウンターもあります。味仙の営業時間は午前11時から2時半まで。夜の部はね、5時半から10時までです。唐揚げですね。あのねさん、はい、この味仙ラーメンさんとね、はい、あそこの唐揚げ全校さんって何か関係あるの？店長の兄弟になります。はい、ああ、唐揚げ全校さんが店長の兄弟なんだ。はい、全校さんは袋で味仙をやる。全光さんが袋井の味仙をやってるんだ。そ あ、はい、そういう感じなんだ。はい、あ、そういう感じで、はい、で、この唐揚げはこれはまた別で、うん、ここの味仙の唐揚げです。はい、あ、このは違うんですね。そう、違う。でも美味しいですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。来ました、唐揚げ。ほら、さあ、いただきましょう。うん、からね、本当にうまい。弾力がすごいね。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ来たよ、スープチキン。うん、こういう感じで食べました。はい、餃子持って、こういう感じでいきましょう。餃子のタレ、うまっ。チャーハンもうまいね。このチャーハン、卵たっぷり。さあ、餃子もいただきました。まずはそのまま、うまい。
ちらの店長さんの協会がねやってるっていうことなんで、また今度ね福黒井の方行きたいと思います。もうね近々行きたいと思います。この唐揚げの味はねみんなに伝えたい。餃子タレ付き。本当に弾力があるからね。はい、お腹いっぱい。完食。いや、うまかったね。いや、やっぱね、唐揚げだね、これ。本当にうまかった。食べきてよかった。この唐揚げは美味しい。タレとね、絡めてやって、ただちょっと油淋鶏風みたいな感じになってたんだけど、いや、美味しかったね。まあ、チャーハンも餃子も美味しかったです。スープも美味しかった。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。今日はね、ラーメン食べませんでしたけどね、まあ、今度はね、福黒井のアジセンに行ってね、がっつり食べていきたいと思います。ではね、本日はね、静岡県掛川市のね、アジセン掛川インター店さんなのでした。バイバイ。